山上奥良は奈良時代初期の貴族、家人。名は山奥良とも記される。生は神。官位は十五位下、畜前神。山上奥良はガス氏の一族にあたる神別氏族の山上氏の出自とされる。山上の名称は大和国添上国山辺里の地名に由来するとされ、山尾とも記される。一方で、日本文学界において、 万葉学者の中西進が、奥良は、天智、天武良天皇の寺院を務めた、くだ人、奥人氏の子で、くだの滅亡に際して、父親と共に、日本に捕らえ、大見国甲賀郡山大里に住み着いたことから、山上市を称するようになったが、次第に、土地の有力氏族である阿波田市に従属し、同族化していったとする説を唱えている。この説に対しては、青木和夫、 佐伯木力夫が歴史学の立場から批判を加えている。大宝元年第8次検討士の少なろくに任せられ、翌大宝2年頭に渡り儒教や仏教など最新の学問を研鑽する。なお、奥倉が検討士に選ばれた理由として、大宝の検討士の出設師である、淡田正人が同族の奥倉を引き立てたとする説がある。和道7年生6位下から15位下に序赦し、 霊気二年放棄神に任ぜられる。養老五年、西王、のりお神羅と共に、東宮、首三子の事項として、隊長の後に東宮に侍するよう命じられる。仁気三年頃、筑前神に任ぜられ、任国に下校。仁気五年頃までに、太宰卒として、太宰府に着任した大友旅人と共に、筑守花段を形成した。天平四年頃に、筑前主任期を終えて帰京。 天平五年六月に、老身に病を重ね、年を経て、つら苦しみ、また児童を思う歌を、また同じ頃に、藤原八塚が見舞いに使わせた、河辺東人に対して、陳ある時の歌を読んでおり、以降の若作品が伝わらないことから、間もなく病死したとされる。三条選手を奥らのことする説がある。仏教や儒教の思想に傾倒していたことから、死や貧、追い、 病などといったものに敏感で、かつ社会的な矛盾を鋭く観察していた。そのため、官人という立場にありながら、重税にあえぐ農民や先森に取られる夫を見守る、妻など、家族への愛情、農民の貧しさなど、社会的な、優しさや弱者を鋭く観察した歌を多数読んでおり、当時としては異色の社会派家人として知られる。叙情的な感情描写に長けており、 また一首のうちに自分の感情も読み込んだ歌も多い。代表的な歌に、貧窮問答歌、こう思う歌などがある。万葉集には78首が選ばれており、大友やかもちや柿の元の人まロ、山部やかひとらと共に、奈良時代を代表する歌人として評価が高い。新古今和歌集以下の直線和歌集に5首が再録されている。なお、 2019年5月1日から使用されている、言語、令和の転居として、巻後の媒歌の歌32種の序文が採用されたが、山上奥良を序文の実作者とする説がある。赴任先の大宰府氏はもとより、筑後、筑豊地方の釜市などに下避が多数存在する。また、ことを思う歌一首とその繁華とが、岐阜県大土町の神戸町役場、入口ロビーに、 初夏の日々の誤法による書として彫り込まれたものがある。中気のないものは俗に本気による。ありがとうございます。